マリー・ローズ・フランソアーズ・ステファニー・タシェドラ・パジュリは、フランスの海外植民地マルティニーク出身の女性。獣子のジョゼフィーヌ・ド・ボアルネとの縁故で、フランス第一帝政の皇帝一族に数えられ、フランス王女の称号を与えられた。フランス海軍対ロベール・マルグリット・タシェドラ・パジュリ、男爵と、妻・ジャンヌル,ル・ド・シャペルの間の末娘。一族は、フランスの貴族カモン・タシェ家のうち、 1726年にカリブ海のマルティニークに居住した分家である。17歳か18歳の頃、すでに皇帝ナポレオン一世の皇后となっていた重子、ジョゼフィーヌの宮廷に呼び寄せられ、ホーエンツォレルンジグマリンゲン皇聖子カールの妻となる縁談が進められた。皇聖子は、ジョゼフィーヌの親友、ホーエンツォレルンジグマリンゲン皇妃アマーリエゼフィリーネの一人息子だった。 コーヒーは、後年の回想録に改陳しているように、ステファニーと自分の息子とは、それが合わないと思っており、この演壇に反対だった。婚約延期の申し出が、ジグマリン縁効果から来ると、ジョゼフィーヌは、10枚のために、別の演壇を探し始めた。次なる花婿候補は、ライン連邦諸公の一員である、ダランベール公、プロスペルルイで、彼との演壇はまとまった。 二人は1808年2月1日に結婚した。ステファニーは義理のいとこのフランス皇帝から100万フランの持参金とフランス王女の称号を与えられており、これは花婿側にとって重要な政略結婚だった。夫は29歳で1メートル62センチと小柄な体格で風采は良くなく家柄だけが取り柄だった。夫の公爵は 半島戦争で自身の率いるダランベール軽騎兵連隊と共にフランス軍の同盟軍として戦った。1810年末、フランス元老院の決議により自身の両方アーレンベルクメッペン広告がフランスに併合された後も彼はフランスに忠節を尽くして従軍を続け、そして1811年10月28日に深手を追ってイギリス軍の捕虜となり、 1814年まで英国に抑留された。一方のステファーニーは、婚礼以来ずっとパリとサンクルーで生活しており、夫の両国に足を踏み入れたこともなかった。公爵夫妻の夫婦生活に愛情は一切なく、1814年の暮れから1815年の年明けにかけての冬の時期に公爵がウィーン会議で、 自身の両方試験を取り戻そうと運動している間に夫婦関係は完全に破綻した。この時期、ステファニーに愛人がいるという噂が広まったためであった。二人は間にこう儲けぬまま1816年8月29日にパリの民事裁判所で離婚した。教会法上の婚姻無向は1818 18年8月21日に教皇の認可が下りた。 1819年11月12日、彼女は32歳のフランス陸軍将校、ギー・ジャック・ビクトルド・ショーモンド・キトリ公爵と再婚した。公爵は、騎兵中隊長の任にあり、ナポレオン皇帝の大侍重の肩書きを有していた。二人は、婚礼の4日前に婚姻契約を交わしている。公爵夫妻はマニー一難一情も受けた。ピーター・ネウ。 リーゼステンでアーカイブスでアグラフェンフォンスパンハイム、1065-1437バンド 4-1426-1437-1993ISBN 978から3から 922018704S245 ハットポールザウェルナポリアンズアトラーウーバーブールチンベルク バーデン・ウント・ホーン・サウラーン、サッド・ウエスト・ドイツランド・インデア・ライノ・バンザイト、バーラグ・コール・ハンマー、シュトット・ガルト1987、S211、クレメン・スウェンズル・ロータール、ホン・メッテル・ニヒ、デンク・ワイ・ディグ・ケーテン、バーラグ、ジー・ミューラー、ミュンヘン1921、バンド22、S480、消耗・キ取は、ステファニーと死別した翌1833年、 コンデノーの初出の娘でノーの副官、リュリ伯爵の未亡人であるアデラ・イード・ドブルボンと再婚している、ハット・ファミーユ・デ・タスカー&、デ・タスカー・デ・ラ・パゲリエ&、デプブライ、オブジェル・フェニ・エーム23、オクトーバー2018。ありがとうございます。